はい、今回も、ニューファズマズやってるんですけど、前回の動画からちょっとね、期間、ちょっとどころか、撮ったの前の日だからね全然空いてないんですけど、新しいイベントが始まったということなので、こちらですね。出入りの方は終わったので、こっちが出入りなんで、新しくスコアチャレンジ、サンリオキャラクターズコラボ編ということで、今川焼きを集めて豪華賞品をゲットしよう。キティちゃんですね。新しいキャラが手に入るらしいです。ん？ベンチだ。ちょっとみんなしごう。以前に会ったってことの前提なのね。こういう立ち絵もいいね。これ発音しづらい、ね、相変わらず発音しづらい、ね、にゃ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 。うわぁ、この猫手がかわいい。トムプリはね、これ、十四末もうがっちり合ってるよ。マイミロもね、お菓子のパッケージに、マイミロ出た時に、あ、トッティだって思うんです。いつでも言っちゃうんで。中止末変わるのも増えるほう、はい、これほうほうほう、今のがシナリオ。イベント詳細見てみましょう。スコアチャレンジではパズルをクリアしたらスコアに応じて今川焼きが手に入ります。地元お焼きです今焼き集めれば期間限定ハロー、フッションハローキティ、ロボおそ松をはじめとしたイベント報酬を手に入ることができたり、イベントシナリオ解放、シナリオ解放だと、なんだと。待って、25万に、25万だと。どこキャラ、あ、ほう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 。自分は一応前回ね、前回の動画でケロケロケロッピーが出たので、報酬4万と25万、その他少しずつ集めていくことによって集まると。ちなみに45万の先は何かあるの？みたいですね。どんだけあんの、どんだけあんの。25万の先か。25万の先は、最高で66万ですね。うわー、こんなにもらえるんだ。どこまでできるんだろう。14日までやってみましょう。60秒間ブロックを消そう。時間？時間経過。一緒に頑張ろう。おお。さあ。つまりタイムスコア、タイムアタックか。普通にやればね。どういうフェーズ？すっごいね。何これ、マジかよ、何これ、マジかよ。あ、
慌てずにね。あー止まった。止まったよ。止めちゃいけないのに。あー止まっちゃった。すごいね。何これマジかよ。マジかよ。何これマジかよ。よし止めないように、止めないように。好き。あー待ちった。すっごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。何これマジかよ。それだね。止まった。うん、初手が8万ぐらい。ラストボーナス、これはいいか。これにどれぐらいもらえるのか。これが僕の実力だよ。はあ、1500プラス 50% だからもらえてるのか。 50% だから半分だよな。ってことは単純にこれに、これが+50% だから 1.5 倍ってことだから1000ぐらいもらえてるのか。はあはあはあ。これはでも行きたいな、最後まで気楽にできるね。これあ、これもできるんだ。ははさあ次こそはコンボ切らさずにやってみよう。いけるかな、コンボ切らさないように気をつけながら。危ない。怖いな。ああコンボ切れた、コンボ切れた。うわあむずい。すっごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。何これマジかよ。さっきよりはうまくいったけどコンボ途切れたな。とりあえず12万を突破した。キャッホー、やったー。2万じゃない、2000か。今のでは増えないんだな。累計3000達成。なしゲット。ふんふんふん。イベントキャラもう一体いればなぁ。2倍もらえたから2000ぐらいもらえるのか。1回で。でも1体でも結構もらえるな。というわけで、今2回やったんですけど、もう、30キャラクターいると確かに楽。楽ですけど、楽ですけども、まあ、なくても、そこそこはいけると思います。なんとかね、全キャラ、全然、この、ハローキティロボ、お粗末は欲しいね。いけるかな？はい、今現在ですね、
報酬も、結構集まりまして、まあ、言っちゃうともう、明日までなんですけど、全然ね、下までは行けませんでしたが、とりあえず、1体目はゲットしましたので、もう1体目、25万個の今川焼きで、なんとか行けるんで、その直前までで止めておきました。多分いけると思うんだよね。一緒に頑張ろう。何回かやればいけると思う。一発でいけないことを想定して。いけないでしょう。すごいね。マジかよ。あ、ほらね。指がミスってる。うわ。すごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。何これマジかよ。はい。コンボが途切れないようにしたいけど。よかった。ああ、ちょい。ああ、これは、わかるタイプだ。すごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。何これマジかよ。まずここまで。もうちょっとかかりそう。いやーね、スパッと行きたかったんだけど。途中でコマ途切れちゃったからな。これが僕の実力だよ。といってもね、コンボ最後まで続いたことあるの1回だけなんですよ。どうしてもね、残り2秒ぐらいで、ね、止まっちゃうんですよ。一緒に頑張ろう。大丈夫かな。よし、決めたい。すごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。決めたいな。出るかな。うわ、うわ、つった。パーズマス、パーズマス、楽しいな。何これマジかよ。どっかで聞いたことあるメロディーを。実はマスカリ、マスカリ、楽しいなだけど。あー、いけるか。あー、ここで下に、うわーっと、もう一回だな。もう一回だな。たとえさっきと同じスコアだったとしても、1500ちょっとだから。あ、すっごいね。どっちみちなんだよな。こんなの楽勝だよね。1500もいだよな。もう一回だ。これで出るだ。これで出すしかない。一緒に頑張ろう。とりあえず500、スコア500じゃない、5万だ。スコア5万以上であれば OK。 すごいね。何これマジかよ。何これマジかよ。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 
積極的に、あ、動かすしかない。あ、え、今動かしたろ。今明らかにやったよ。どうして判定はダメなの。これはいけたっぽいな。得点数見てないけど、今目線がそこまでいかない。あ、大丈夫そうですね。よしよし。これやれば十分でしょう。よし、いった25,000。20万、25,000、25万よ。はい。これで、とりあえずは最低の目標を達成しました。最低限のね、達成。じゃあちょっとキャラを見てみましょう。あ、ポストで受け取らなくちゃいけない。ああ、戻れ。よし、どちらかといえば進めか。この報酬はちょっと重たい。ロキシーロボお粗末金。さあ、見てみましょう。実はですね、すでに進化進んでおります。裏で実はやっておりまして、裏というよりは、ちょっとYouTube の方でね、少しやってたんですよね。そしたら、その時に、ちょっと、一気に進化させてしまったので、これが進化レベル2、レベル3と。で、リンゴビーム、ブロックを2個、爆弾ブロックに変換。結構スキルは強いです。獲得スコアも 8% なので、なかなか入ります。そして、落ち。見た目変わらない。スキルも変わらない。とりあえず進化させましょう。余ってるんでね。進化したよ。進化と。最終進化するとどうなる。でもまあ予想はつくんだけどね。お前ら大好きだぜ。叫ぶことの方が スキル一緒です。ただ金になっただけです。単数も27だね。一緒なので、あまり気にならない方は、あまり気にならない方は、俺が行く。こっちでいいと思います。よし。25万まで貯める必要は、こだわらない人であれば、ないかもしれないです。でも中にはね、最後の到達報酬まで行った方もいらっしゃるので、まあ自分多分ここまでかな、とりあえず。
ちょっと画面戻していくか。残り2日ね。イベント開催中だって。というわけで、今回、サンリオのサンリオキャラクターズコラボ編スコアチャレンジ、やったんですけど、とりあえずはこの新規のキャラクターは全員出ました。というわけで今回はここまで。